アンポチャンネルのテレです、前回 6.5 出させていただいて、まあ、ポーランドさんに負けたんですけど、まあ、引き続きそこにいてるひな壇狩りを再開させてもらおうかなと思って来ました。まあこの中で一番強さのサトルさん、まあ、見た目で言ったら一番強そうやってやりたかったんですけど、なんか俺あの東大生ぶっ飛ばしたいなって思ってるんだけど、ちょっと一つ確認したいんだけど、そのテル君が俺とやりたいっていうのは俺ら輝いて見えてるってことな？まあぶっちゃけ花あるじゃないですか。うん、まあ俺は逃げも隠れもしねえよ、安心しな。いいね、うん、微妙っすね、どっちも微妙っすね。サトル君にします。サトル君の相手が微妙すぎたんで。あ、好きですね。サトル君、今あのテル君の、はい、候補の2試合見たんですけど、はい、なんか微妙で、うん、でサトルさんの相手も微妙だったじゃないですか、はいはい、やっぱここがやった方が面白いかなって思うんですけど、どうですか？あ、そうなんですね。どうですか？やろうか。じゃあバチバチ殴り合おうかね。じゃあ試合決定です。スポーツを100倍楽しむなら BBET。 対戦結果を予想して当てろ。 BBET ならスポーツベッティングでもっと熱くなれる。今なら新規登録するだけで無料でベットができる。ブレイキングダウンの他にも様々なスポーツを展開中。あなたは誰にベットする？信頼度、満足度、注目度ナンバーワンの BBET に今すぐ登録。